しずるの聞くだけコント。とうとう追い詰めたぞ、ジャンス。よくここまで来れましたね。褒めてあげましょう。おい、ジャンス。なんでお前は罪もない人々を困らせるんだ。なんでって、楽しいからですよ。楽しいだと。そうです。それ以外に何がありますか？根っからの悪党め。お褒めの言葉ありがとうございます。ただその悪行もここまでだ。俺がお前を倒してこの町を平和にするんだ。ずいぶん意気込んでいますね。素晴らしいことだとは思いますが、あなたは私のことを知らなさすぎる。なんだと。やはりいいですか、今の私の姿は仮の姿なのですよ。嘘だろ。いいでしょう。では特別に私の本当の姿を見せてあげましょう。ホラフキ野郎だ。私がホラフキかどうかその目で確認しなさい。笑っていられるのも今のうちですよ。何がそんなにおかしいんですか？何だろう。私の強さを目の前にして頭がおかしくなってしまったんでしょうね。くそ。しかし、あなたの私をバカにしたような笑い方で、私はいささか腹が立ってしまいました。すまない、うん。すまない。じゃあ、なんで笑っちまったのかちょっとわかんないんだよな。今さら命乞いしても遅いですよ。私はあと、4回変身ができるんです。4回特別に見せてあげましょう。これを見ても笑えるかな？もう来い！さあ！さあ！まだまだまだ！何です？え、なんだこれ。なんで笑っちゃうの？恐怖も度を超えると笑ってしまうんですね。いや違う。いや、これも違う。何が違うというんですか？いや、うるささが度を超えると笑っちゃうんだ。うるささだと？いや、きっとそうだよ。うるさすぎるこれ。まだそんなことを思う余裕があるんですね。わかりました。そろそろ黙らせてあげましょう。後悔しなさい。一回で死んだ。はい。オッケー。これもう、もう自然に笑えるからね。もう。でも血管すごかったんですよ。これライブでやりましょうよ。え？これライブでやりましょうよ。いや、ちょっと喉やってます。腹式じゃないもんね。はい。喉なんで。で、これ見てる方々、知らないと思いますけど、恐ろしい数の聞くだけコントを我々撮ってるんで、うんうんうん、
喉がちょっと。これ最後だったね。そうですね。見てる人はね、順番あの阿部声でわかんないかもしれないですけど、これは大丈夫なのかな。酸欠。そうですね。ちょっと今。いや、そのなんかたまに、まあこれはまあ言ったらね、ドラゴンボール。まあフリーザーですよね。知恵を完全にフリーザーですよね。知恵が知恵ってあるじゃん。知恵。知恵。言う言う。知恵がどうしても、それなんどういう言葉なのっていうね。あとね、これ前にね、とにかく明るい安村さんに、おすすめされた映画があって、松陰寺36号っていうのがあって、で、まあ自分の家族を殺された男の人がいて、この人は松陰寺に弟子入りするみたいな、でそこで1号から36号まであって、234と、でそれを1個ずつクリアしてって最強になるっていう、それのオープニングで、その人の型から始まる。勝利寺の、イエーうわはぁみたいな。で、俺、あれこれ、なんだろう、安村さんが勧めてくれてるから、コメディなのかと思って。ああ、そのジャンルが分かってなかった。そう、ちょっと、ね、ジャンルが分かってなくて。で、その、最初は、はっはってやってて、あ、これ真剣なんだと思ったんだけど、途中、はぁへぇこいつこうやってこうはっはっうんへいやそれ絶対こうちゃんとしてるでしょ。お前後で見せてよ本当にネットフリックスになるから最初だけへぇそこで俺1本目でそうあいやもうそれやつオープニング一体1本持ってない1本も言ってないから映画が始まるぞって、そしたらあっはっって始まるのへぇもういいもういいよで、ここで俺、コメディって判断しちゃったの。なるほどね。そしたらその後、結構シリアスなシーンとかあって、あれ、松陰寺の本気の方なんだと思って。あるんだろうね。だからそれで、ちょっとこう作ってみようかな。ラフリーザと松陰寺36号のこうミックス的な。そう。そうですね。はい。そうですね。一回も変身してないですよね、この人。そうですね。あと最後、3回だって。うん、してるあとやっぱ子供の泣き声も聞いてて笑っちゃうときあるんですよ。ああ、うん、こう娘のね。うん。ああ。って言うと。すごいよね。俺もう笑っちゃうな。あやしてて。それでそれもちょっとあって。そういう風に叫ぶって面白い。まあね。まあでもその。やっぱママからしたらやっぱ大変だから大変だよ。それがだって毎日だし、そうだね、いろんな人もあるし、いや本当にそうですね。だから最後の話はもしかしたらその反感をもらってしまう。あ、そうよ。その奥さんの一番言っちゃいけないんですよね。俺も子育て手伝うとかって言っちゃいけないんだ。あ、ルイ要するにやるよ。違う手伝うって言い方が面白い。2人で一緒に子育てするのに、なんで1個こう、メインが女性なんだって。なるほど、ね。言葉のそういう端々に引っかかるんだ。そういうことね。うん、ああ。そう。ちょっとそうっすね。これは、このネタどうなんだろう。そこまではいかないただ、最後その話になったので。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。